クイントはホンダ技研工業がかつて生産、販売していたハッチバック型の小型乗用車である。クイントは同社のアコードとシビックの中間的な存在として位置づけられ、1980年に発売が開始された。後部に大きめのバックドアを備えたファーストバックスタイルの5ドアハッチバックセダンで販売チャンネルであったベルの店の性格から、 幅広いオートでの使用を想定しながら、よりスポーティな走行性能を備える車種としての、性格付けがなされていた。搭載されたエンジンはアコードにも搭載されていた、EP 型1.6リットルさえ c c v c c 1種類のみで組み合わされたトランスミッションは、5速 MT と3速、ホンダマチックの2種類であった。クイントの単独車名は、一台限りとなり、百八十五年の、 フルモデルチェンジでクイントインテグラに改められ、さらに1989年のフルモデルチェンジでインテグラとなり、途絶する2006年まで続いていく。当時ホンダがイギリスのローバーと提携していた関係で、オーストラリアではこのモデルのバッチエンジニアリング車がローバークインテットとして1983年から1985年にかけて販売されていた。ありがとうございます。